ハウフマンテイ1946年、リチャード・ジョセフ・ノイトラは20世紀中頃に活躍した、オーストリアのユダヤ系ドイツ人のアメリカの建築家。ドイツ語読みでは、リヒャルト・ヨーゼフ・ノイトラ。ウィーンに生まれる。ユダヤ人の家系で、聖果は、フロイド家とも交流があったという。父は、不可知論者、兄は、精神科医。 弟はバイオリニストであり、家族から受けた影響は小さくない。ウィーン産業技術大学ワーグナー校に入学。アドルフ・ロース、夫・ワーグナーの下で建築を学び、一時はドイツのエイリーヒメンデルゾーンのスタジオに在籍した。その後スイスに渡り、当地でグスタフ・アーマンに造園を指示し、このためしばしば邸宅設計に加え、自ら庭園のデザインも行っていた。 1921年にはドイツルッケンバルトで緑地計画を含んだ都市計画にも取り組んでいる。1923年アメリカに移住し、1929年帰化。ノイトラはタリア船のフランク・ロイド・ライトの下で働いた後、大学時代からの親しい友人であるルドルフ・シンドラーの誘いを受け、カリフォルニア州のシンドラー邸で生活、仕事を共にする。その後、 ロサンゼルスにて、妻、リオーネと共同で、事務所を開く。ノイトラは、ナイトの影響から脱却し、白い無装飾な直角の箱とでも表現すべき、ヨーロッパのモダニズムを受け継いだ作風へと向かう。1932年のニューヨーク、近代美術館における、国際現代建築展にも選ばれ、参加している。また、A&A 市の企画による、ケーススタディハウスにも参加し、 ナンバー6、ナンバー20を手掛けている。詳細なアンケートを作成するなど、セシュの生活に本当に必要なものを見極め、それを尊重する、ノイトラの姿勢は、しばしば自身の芸術感をセシュに押し付けがちなたの、建築家と対照的である。ノイトラの住宅建築は、芸術と景観、そして実用的な快適性を見事に融合させている。 ノイトラは自然とも対立するのではなく、薄い皮膜で包むという姿勢をとり、バイオリアリズムと名付け提唱した。建築家は人間を自然との調和の中に戻す治療者という考え方は、健康住宅と呼ばれるロベルテをはじめとする作品の中に実現されている。また、彼は独特の冗談のセンスの持ち主であり、自伝、生活と形の中で、 とある映画監督の逸話を紹介している。その映画監督は、ノイトラが設計した自邸の周りに電気を流した堀を巡らせ、ペルシャ人の羊が浮いてくる魚の死体を、これもまた、ノイトラがデザインした専用の焼却炉に放り込んでいた、というのである。確かに、ハリウッドの映画監督、ジョセフ・フォン・スタンバーグの依頼した住宅は、堀を巡らせたものであったのだが、 もちろん電気を流したりはしていなかった。1990年代に起こった20世紀半ばの近代建築に対する再評価の動きは、ジョン・ロートナーやシンドラーと並んで、ノイトラの作品に新たな価値を生み出すものとなった。トム・フォードやケリー・リンチと共にポップカルチャーの一角を占めるものとして、その評価は冒頭し、ケーススタディハウスナンバー20は400万ドル。 シングルトン邸は600万ドルもの値をつけた。ノイトラは1970年旅行中、ドイツのブッパータルにて池を引き取る。晩年は息子のディオンとの共作という形をとり、リチャードの死後もリチャードデオンノイトラ建築設計事務所をロサンゼルスにて継続させている。1930年頃に来日しており、石本菊次土浦貴城、 山田守らと撮影した写真が現存する。来日の目的は不明であるが、帝国ホテルの設計を行ったライトを接点とする、交流であったと推測される。1959年、ビルヘルム・エクスナーメダル受賞。ありがとうございます。